ロインまでロインでいっますかこれを覚えてたら苦労しませんが久しぶりこの年になってね,ねえ痛恨の一段をかかってしまっ<笑><笑>朝起きたらですね枕が血だらけになっていたと後 <laughs> で聞きました居酒屋の人に ええと、後ろ向きにですね、自転車の中に倒れ込んだそうです。すっごい心配そうな声で、あの時大丈夫だったんですかそんなあなたに、フュージョン APU って。フュージョンってなんか聞いたことあるんですけど。フュージョンって、あのね、フュージョンって結構使われてるんですよね。合体とかね、融合とかっていう意味なんですけど、フュージョン APU。APU? APU っても聞いたことありますか ?APU っていもまたこれがですね、非常にですね、頭が痛くて。ほら、CPU ね。はい。UPS とかね。お UPS。はい。P って結構ね、使うんですよ、U も。ほはい。で、えっと、APU っていうのがですね、アクセラレーテッドプロセッシングユニット。ユニットうん。あはい。AMD さんのですね、新しい、はい。あの、起爆剤。要するに、単純に言ってしまうとですね、 えー、CPU、はいえー、それからです、ねえー、グラフィックチップ、はいえー、ビデオチップ、はい、それから、まあ、いわゆるマザーボードに載っていたチップセットのノースブリッジ、はい、これを、ね、くちゃっとつにしたとおー、はいう CPU、えー、フュージョン APU という CPU、えー、なんで出してないかというと、ね、えー、パッケージで販売されないんですよ。 そうなんですかどういうことかっていうと例えばマザーボードにオンボードで組み込まれてすごくないんだけどパッと思いついたことがあってでことわざを変えるっていう改変するっていうつらつら考えてたんですよ一人でもですね寂しいおっさんなんであこれ面白くないかなと思ってうん で、一番最初に思いついたのが、実は何かっていうとですね、頭隠さず尻隠す。なるほど。あ、普通だなっていう。あ、普通ですよね。別に頭隠さないで尻は隠すんすから。普通ですもんね。で、あとね、溺れるものは、藁だけじゃ足りないとかね。なるほど。あと、猫にまたびとか、だいぶ離れていくわけですよ。 情けは人のためになるといこれがですね販売されてるやつの一つ一例ですねここに載っておりますここに載っておってですね CPU とチップが載ってるんですけどこれでカバーしてるんですけどほらほう DVI と HDMI 当然グラフィックが載ってるので こは各マザーボードによって構成変買ってくるのであのちょっと組み込みに近いタイプですのチップというかそれが一つになると何があれかというと場所を取らないコンパクトにできる見た通りっていう感じであとは安くできるだけどこれは要するにぶどまりによるのでそれはメーカーさんの能力の見せ所なんですけども。 あとは、ですね、これも一般的な話としてしか言えないんですけど、消費電力が小さ今の傾向じゃないですか、トレンドの。でね、これはですね、E350 っていうのも載ってるんですよ、これで見ても分かんないですけど、E350 っも載ってるんですよ、フュージョン APU の、TDP がね、確かに 18W、小さいですね、小さいんですよ、一応ですね、怖いんで確認しておきますけど、18W です。 C30 とか C50 とかっていうのもあって、はい、でこっちの方は多分ノート PC とか,なんか使われてるんじゃないかなと思うんですけどね<ー>で,でですねなんとですねデュアルコア例えば E350 の場合は1.6ギガかな<ー>、えー、ちょっと待ってね<ー>そこら辺もちょっと甚だ怪しいので<ー>、えー、マニュアル等々を確認してですね<あ>間違いのない情報、はい、正確な情報を皆さんにお伝えするのがあ,のあれですから、えー、パッパラの使命ですから やっぱりお父さん私正しかったですよそうですかえ1.6ギガ合ってるじゃないですか合ってますよすごいですねでですね気になるですね内蔵されてるグラフィックの方ですけどさすがの ATI さんと一緒になった MT さん r a d e h d 6 3 1 0というですね機能を内蔵しているとだからそこそこ動きますよなるほどバリバリとは言わないけれども 決してね不満は感じさせないもんじゃないもんじゃないファミリー向けのステーキ屋さんに行って1280円のステーキを頼んだ時の気分ですよなるほどわかりやすいそう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 すごいってことはないんだけど十分満足です特に注目なのが省電力で TDP18W これがまあどういうものかっていうのはちょっと非常に難しいところだと思うんですけどもこれからまあちょっと節電節電省電力っていうことを言われてる中では非常に有効じゃないかなとだいぶ回復してきましたあそうですかあ話すといいかもですいやいやいやミニ ITX で結構出てるんであのでオンボードで出てるんでしかも値段もそんな高くないんでちょっとねこれを機会にぜひですね ミニ ITX の省電力マシンにチャレンジしてみてほしいなん。それをメインのマシンにしちゃうんですよ逆にパワフルな作業例えばグラフィック処理だとかビデオ処理だとかあとゲームをやるっていうのをそっちをサウンドにしちゃうんですそうするとねう普段使ってるメインマシンは省電力なんだからなるほどそれはいいアイデアですね っていう考え方ですサーマシンっていうのはそれを電源切っとけばいいなるほど AMD 頑張ってますね AMD もあのこう着々とやってますよねなのでちょっとそっちの方も注目してもらいたいなと思うわけだセッチョセッチョセッチョセッチえ私のい文章の連載でございましてね「はい。ええパワーレポートしていの はいそっちのほうでちょっとやったんですけどこのオートバイ用のバッテリーで動かそうとほうオートバイ用のバッテリーでちゃんと動きましたあそうなんですかそいつでしかも結構な時間あそうなんですかそうだから停電に備えようっていうへえこれ大丈夫なんですかそんなんでやっていや普通はダメですよ決してお勧めしません改造バカはやん。 それれのあれですか後ろはあそうそう<ー>な慣れの果てです残骸というかおいろ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 <ー>、ええ、また次回もちょっとネタ面白かったんでネタとして引っ張ろうかなとへえいろいろねあの最近ちょっとあのこっちの方との連動性が薄いんであ、はいね、一応ちょっと取り上げて<あ>もしですねあの編集長のです、ね、心温かい表象が得られたらですね、えー、あのたまにはやっていきたいなとぜひえ傑作が出現した 傑作が失礼して常に傑作が傑作以外作ったことがなるんだからんな感じであ分かりましたまさかこれで終わろうとかそういうこれで終わろうとかそういうおし込んタじゃないでしょうねいやもう終わったんだなと思ったんですけどまだあるんです最短時間を更新しようってまたダメですよそんなのダメですダメですこれを動かしてお茶を汚そうそれが電源 はいはい。えで、これはよく使う、使ってると思うでしょはい。ところがこれは、えっとね、カー PC に対応してないんですよ。へえ。で、えっと、対応の、えっと、電圧が幅広い。なるほど。なるほど。なんで、なんでバッテリーから取っても大丈夫っていう。そこをネタにしても、見つけた時にはもう、大船に乗っちゃって。いや、別に大船に乗ってはいないですけど。そんなのは、売ってんですね。え売ってますよ。オリオスペックさんあたりに幸せになるかもしれません。なるほど。で、これですよ。 ほら、動いたこれでもう、はい、落としてないじゃないですかいやれこれだけ小さい感じンですからね<笑><笑>あでもなんか光ってますね、何かがシステムが入ってないんでバイオスの画面が来てるんですけどこっちにだからね余計なものちょっとどけようかで後であの<ー>画面を見てもらうと、はい、ちゃんと動いてるっていうのが分かってもらえると思うんですけど 液晶もなんか裸ですね液晶も裸でしょだって液晶だってこのバッテリー動かしてんだもんえそうなんですかそうですよそれぐらいやりますよ SSD はいで液晶も実はこの電源ユニットから取ってる電源へえこれが何かっちゅうとだから液晶のコントロールパネルうんうい。ほら夢のようでしょええでえっと二股の電源の分岐ケーブルを たまたま、使ったものあったら、なんか LED が入ってたっていう、無駄に。へぇその分岐なんかしちゃっていいものなんですか、そっか、そっだめでしょ、あっ、そっと電源ニットっていうのは、これこれっていうところの負荷まで耐えられるように作られてるわけでその負荷を超えるのっていうのは基本的に知ってるので本当すよね、なるほど。 改造バカがやったからといって安易に真似をしてはいけないなるほどということですねこれはですね私の通勤用の KSR110 という名前バッテリーでございます KSR110 小さいバイクなんですけど川崎のそんなのあるんですかあるんですあるんですメインのバイクは Z1300 というんとかお父さんお店のクソでかいあれなんですけどもあっちのバッテリーはどうだろう なるほど。車体もでかきや、バッテリーもでかいだろうと思ってですね。何気にほら、ほら普段メンテしてるから、あ見たんだけど、サイズを忘れてですね。あのセンサーベクのバッテリーちょっと一個あの取って送ってってバイク屋に言ったらね、送っちゃって言って届いたのがですね、これでかかったです。わ、電が入ってますね。電が入ってますよ、それ。今度これでやってみよう。 大丈夫なんですかいやこれで何時間待つかなるほど、ええ、これと比べれば黒いの小さいですね小さいですよ、ええ、それは。